我らが勇者たちの熱き埋葬辞でやる。3D追放命令。で、守るはどこなんだ。知らない。でもステルスガイガー見たぞ。あのメカライオンがいるってことは、アナミ君も帰ってきたってことよね。 僕たちは1年半前ザ・パワーの力を借りて Z マスターと追消滅するはずだった。Z マスターは滅んだ。だけど僕たちは気がつくと 星一つ見えない宇宙の果てに飛ばされていたんだ。ザ・パワーの反発作用によって。ここはどこだ。私の計算が正しければここはボイド。ボイド、そこは我々の太陽系を含む銀河団から
遥か9000万光年の彼方に存在する宇宙全域を見渡すことのできる空虚な領域である。そこでジェイアークはこの宇宙に起きている大きな異変を観測したのであった。太陽系の内部では予兆さえつかめなかったが、間違いなく宇宙全体が光速を超えるスピードで収縮している。宇宙が収縮しているだと。事の真相を究明するためジェイアークは ES ドライブを繰り返し宇宙収縮現象の中心部へと向かった。だがそこで彼らを待ち受けていたのは全く予期せぬ光景だったのだ。太陽系に戻ってきた。ここが収縮現象の中心だと。あれは4つに砕き世界中に散った。そして僕は傷つき G アイランドへ行き着くまでにかなりの時間を費やした。だが再会したラティオはパスキューマシンを取り返すために僕に襲いかかってきた。最初は僕も戸惑ったけど、すぐにあいつが偽物だと分かった。知っているんだな、あの守の正体を。多分あいつはパスキューマシンを回収するために送り込まれたレプリジン。複製ってことか。ソウル11優勢種は30連太陽系を復元するために作られた制御プログラムシステム。守の故郷を復元するプログラムがどうして俺たちの地球を脅かすんだ。おそらく彼らは自らの使命を果たそうとしているに過ぎないはず。パスキューマシンを使って、ひょっとして宇宙収縮現象と関係あるとか。パスキューマシンは物質復元装置の中枢回路なんだ。あのギャレオンも複製されたもの。守は本物の守は無事なのか。全ての謎を解き明かすには30連太陽系に行くしかない。30連太陽系は機械消火で消滅したと聞いたが。それにそんな宇宙の彼方へ行くほどの科学力は我々には。ミー、ギャレオリア彗星。ギャレオリア彗星は30連太陽系に直接通じるゲートなんだ。ゲート。ギャレオリア彗星が ES ウィンドウの一種だってことは守君から聞いてたけど。